ティーガー。ティーガー、タイガーは、西ドイツ、当時とフランスが開発し、ユールコプター社が、設計製造している最新型の攻撃ヘリコプターで、ある。同社の社内名称は、EC-665、ドイツ連邦軍では、パ・マイナス2と呼ばれる。1970年代に、フランス陸軍と、西ドイツ陸軍、当時は、原油の軽攻撃ヘリコプター。 フランスは SA341、SA342 SA がゼル、西ドイツはパマイナス1の後継機となる本格的な攻撃ヘリコプターの研究を行っていた。両国での要求性能や機体規模、配備時期などが非常に似通っていたこともあり、1984年に共同開発の基本合意に達し、同年5月29日に両国政府が共同開発を承認した。 機体の開発、製造については、フランスのアエロスパシャル社、ゲンイズ社と西ドイツの MBB 社が50、50で共同出資会社を設立することとなり、フランスパリにユーロコプターギエ社を設立。1985年1月18日には、西ドイツミュンヘンに子会社のユーロコプター GMBH 社を設立した。この段階で、両国は3タイプの配備を決定しており、 フランス陸軍は航空支援型のハップと対戦車攻撃型ホック 3G。西ドイツ陸軍はパマイナス2とされ、ハップは75機を生産して1993年から、ホック 3G は140機を生産して1996年からの引き渡し予定で、パマイナス2は212機生産して1995年からの引き渡しを予定していが、後に 両国で運用要求の見直しが行われ、1987年11月13日に新しい機体案が承認された。この機体案がティーガーとなるもので、1989年11月30日に開発契約を交付した。ティーガーの発注は、1998年5月20日に初期発注分として、独仏で各80機を購入することが決定している。 また、製造元のユーロコプター社は、タイガーの名称での各機種の輸出販売が可能であるとて、オーストラリアとスペインで採用されている。ティーガーは採用国によって、使用の違いはあるものの、基本的には同一の機体構造となっている。機体には複合材料が多用され、胴体は約80%がカーボン複合材料によるブロック、または サンドイッチかケブラーサンドイッチ構造で、その他の材料ではアルミニウムが約11%、チタニウムが約6%使用されている。メインローター、テールローターも同様で、ブレード本体は複合材料製。メインローターは MBB 社が開発した高効率ブレードを採用し、テールローターは重量、性能、整備性。 費用の関係から3枚ブレードを採用している。無関節型ローターを採用しているため、ループなどの極技飛行が可能な機動力を有している。操縦席は攻撃ヘリコプターでは主流となった重列複座式を取っているが、前席に操縦士、後席に射撃士という配置とされている。操縦席全体は高度に密閉され、外気温に合わせた冷暖房を備えている。また、 乗員が NBC スーツ、NBC 兵器に対する化学防護服を着用して登場でき、NBC スーツの換気は操縦席内の空気と空調装置の空気とを混合して行う。前後席には各2機のカラータ機能表示装置と各1機のキーボード付き表示装置があり、乗員はヘルメット装着式標準、表示装置、HMSD を装備する。これにより、 乗員の操縦負荷は大幅に減少している。ティーガーの並走電子システムは任務機材パッケージ、MEP と呼ばれ、ホックトとのものはユーロ MEP、ハップのものはハップメップとそれぞれ呼ばれる。ユーロ MEP は対戦車並走サブシステム、操縦使用画像サブシステム、空対空サブシステムなどで構成され、昼夜間悪天候を問わず補覆飛行が行える。 一方のハップメップは、システム管理などの並走コンピュータシンボルジェネレーターを、中核として、機体に搭載されている複合センサーと組み合わされて、乗員の HMSD に表示される。総発で装備する、MTR390 ターボシャフトエンジンは、MTR 社、ロールスロイス社、チュルボメカ社の共同開発で、離陸最大出力は9 5 8キロワット。 連続最大出力は 873kW だが、肩発停止時などの緊急時には3段階の緊急出力を出すことが可能である。スーパーエマージェンシーでは20秒制限で 1160kW、30秒制限で 1138kW、継続段階の2.5分制限で 1027kW、中間段階の30分制限で 958kW、 キロワットとなっている。2009年7月26日、3機のフランス陸軍第5戦闘ヘリコプター連隊所属ティガー・ハップはアフガニスタンのカーブル国際空港に到着した。これはユーロコプターティーガーの最初の交戦地帯への配備だった。この3機は連合諸国軍地上部隊の現地で勢力を増しつつあったターリバーニへの 強行偵察及び火力支援任務に参加ることになった。2009年8月初旬、ティーガーはアフガニスタンにおける運用証明を取得した。2010年7月までに、このティーガー3機の活動時間の合計は1000時間を超えた。2011年2月4日、夜間任務中のフランス陸軍所属のティーガーは、 カーブルから約30マイル東に降着陸した際に損傷,損傷し、搭乗員2名は軽傷を負った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。